Hello YouTube, I'm this. はい、今回は、家をね、ちょっと拡張していこうと思って、地下室の部分を作っていこうと思います。はい、やってきまーす。前回ちょっと雑光ランタンってなる雑光ランタンを置いたんですけど、まあこれでも暗いよね。この部分にね、こういう感じで、よいしょ、こういう感じで置いてきます。じゃあ今から水抜きしますよ。水抜き、もうやだ水抜き。はい、皆さん最後の一つになりました。てかあそこまあいいや、後でやる。なんで、やっとだよ。これ結構ね、時間かかった。2時間ちょっとぐらいかかったような気がする。うん。じゃあ、最後の一つ。か。どうでしょうか。まあ、ここをね、まあ、地下的な感じで、まあ、拠点として構えていく予定なんですけど、そう。もうちょっとさ、で、向こうのさ、奥の、あっちの方にね、多分あっちだと思うんですけど、方角。廃校あったじゃないですか。なんで、廃校をさ、廃校とここをちょっとつなげたりとかしたいよね。うん。ここをポンと、これでいいんじゃない？でね、ここを1として考えて、まあ、5マス、そこで先立てて、6マス掘り下げたい。1、2、3、4、5、6。なんで、ここが、まあ、床みたいな。だよね。1、2、3、4、5、6。そう、ここが床みたいな感じでやりたいんですよ。よいしょ。そうよ、そうしたいのよ。まあここはね、おいおいまたちょっと綺麗にしていくので、ちょっとやりたいことまだあるのよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 一回外出る。いやー、あ、ちょっと待って。蜘蛛の糸欲しいんだよね。あー、ちょ、どこ行くの？上上がってったんだけど。逃げられた。逃げられたんだけど。ね。多分ね。めっちゃうるさいな、この辺。いや、多分、なんだっけ、もう、地下をさ、作るために、本当味気ない動画になったと思うんですよ。だからね。だから、ここでね、ちょっと一つ、マジック的なのをお見せしようと思って。いくよ。ここにいる牛が、なんと、いくよ。せーの、シュッ！どうでしょう。ほい。どうでしょう。椅子が、なんと、椅子って言った？今、牛が、なんと、2匹になりました。イリュージョンだよ。イリュージョン。見た？イリュージョン。
とりあえずさ、あの、また増やそう。頑張って。子孫を残してね。出た。ということで、今回はここまでにしたいと思います。次回はね、あっちに廃校あったんで、廃校探索行こうかなと思ってます。はい。この動画が良かったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ、またね。